黄金の宝、大川隆法。第一章、黄金の人生を作る。五、真の自己実現。金色に光る未来を考えるとき、あなた方は自己実現ということをどうしても考えざるを得ません。現代はあちらこちらで自己実現ばやりです。特に欧米を中心として自己実現の法則、成功の法則というものが盛んに唱えられ、それが日本にも広がってきているようです。自己実現の法則、成功の法則を心理の立場から言うと、次に挙げる2つの面が考えられます。1つはその正しい面です。自己実現の法則の中心は、願いを具体化、具象化して、視覚的なビジョンとして描き出し、日々それを強く念じていると、全く思いもかけないような方法で、見事に実現されていくというところにあります。確かに法則としてはその通りです。実際、実在界では、念による自己実現、祈りによる自己実現は日常茶飯事です。ですから、この実在界の法則を、ここ三次元世界で応用したのが自己実現の法則であり、成功の法則であり、また願望実現の法則であると言えます。しかし、問題は、法則は法則として正しいものであっても、それを用いる人の心が正しいかどうかです。ここが一番重要な点なのです。間違った自己実現は、地獄行き特急列車の指定席を予約することと同じだということを、あなた方は知らなければなりません。すなわち、行く先を間違えてはならないということです。自己実現の方向が仏の方向、つまり天国に向いているのか、それとも悪魔の方向、地獄に向いているのか、その点をよくよく自問しなければなりません。正しい自己実現の基準とは、次に挙げる三箇条を満たしたものです。1、その自己実現によって、自分だけでなく、周りの人々、世の人々をも幸せにできるか。2、その自己実現が達成されることによって、人を不幸にすることはないか。3、その自己実現達成によって、自らの人格を高めることができるか。以上の3点を満たすとき、その願いは正しい願いであり、その祈りは正しい祈りだということができます。強い念願、祈願に対しては、その種類、内容を問わず、四次元以降の実在界で必ず感応する霊たちがおります。しかし、人の不幸を顧みず、自我我欲のままに祈りばかりをやっていると、やがてその祈りは地獄の亡者たちに通じてしまうのです。ですから、一時期運が好転したかに見えても、必ず地獄霊の憑依によって、なすがままの状態に置かれ、病気、事業の失敗、人生の行き詰まりなどの不幸に追い込まれてしまいます。祈りには病気回復の祈りなどもあるでしょう。しかし、これとても自らの過去の過ちを仏に詫び、十分に反省をし、お世話になった自分の周りの人々に感謝をしながら祈らないと、肉体さえ治れば自分は幸せになるんだという執着となり、ますます地獄霊に
憑依されて、どんどん病気が重くなっていってしまうでしょう。こういうことは実際によくあることなのです。金さえ手に入ればよい、出世さえできればよい、などの願望も同じことが言えます。経済的に豊かになったら、その結果どうするのか、あるいは出世できたら、それからどうするのか、そういう点についてしっかりと考えておく必要があります。出世して世の人々を生きしていきたいと思っているのならば、それは正しい願いです。しかし、大きな椅子に座って、ただ威張りたいというならば、間違っています。お金を儲けて、人よりいい生活をしたいというだけならば、赤信号です。豊かな資金を人生の正しい目的のために、大いに活用していきたいというならば、もちろん合格です。成功それ自体、繁栄それ自体は悪ではありません。しかし、成功も繁栄も仏の心の中にあるのです。ですから、あくまでも正しい人生観の裏付けと正しい使命感、目的意識を持って、自己実現を願うことが大切だと言えます。正しい人が大いに成功し、発展していくことは、世の中の希望の光なのです。そこで私がここで警告を発しておきたいのは、自らの願望の念の性質に注意せよ、ということです。念が地獄に向くことは、問題外としても、超能力者になりたいとか、他人ができないような奇跡を起こしたいとか、そういうことばかりを考えているとどうなるか、そうした念はあの世の天狗界や仙人界に通じてしまい、やがて彼らに支配されてゆき、気候が多くなり、世人から奇人変人扱いされるようになってしまうはずです。例えば、スプーン曲げや空中浮揚、液や占い、催眠術、こうしたものには、あの世の天狗や仙人、場合によっては悪魔がこの時とばかりに協力しているのです。表側の高級霊は、決してそうしたことには関わりません。しかし、人々に対する愛念を持って日々生きるとき、その人の自己実現の祈りは、高級書類に聞かれ、必ず調和と安らぎの世界が開けてくるのです。そのことを心して知っていただきたいと思います。